はい、マックロクロスケです。ロイヤルキー、このロイヤルキーね、来る前からね分かってたんです。私オレンジのねロイヤルキーが来るってこと。なんで知ってたか、なんででしょう。ほら、あそこにいるじゃない、今私が乗ってきたやつで、こっちが今初めてここに降り立ったロイヤルキー。実はですね、私のね貨物船にこれが飛来したんですよ。だから多分ここの星のどっかに、星系のどっかにねこれが来るだろうと思ってここで待ってました。ここで待ってた理由はですね、何のことはない、このアルファっていう後ろにねついてるこの言葉、ちょっと待ってね、もう一回見せます。この星系のどの星もね全く何の特徴もない星なんですよ。で、一つだけ特徴があるのはね、このヘデンアルファ。今までのね経験からして、このアルファベータガンマっていうのがついてるところに来る可能性が高いんですね、あのエメリル星系以外であれば。で、しかもここはねエキゾチックじゃありません。こういう時はね高経済の、なんとかかんとかアルファ、なんとかかんとかベータ、なんとかかんとかバ、シグマ、そういう星に来るとね割と出会えることが多いです。ということで、もうあっちにね取ってあるんで、この船はね取りません。で、今のところね3つしか見えてないんですよ。あっちの飛来したやつも、この今ここに来たやつもね、スーパーチャージが3つしか見えてないので、まあ私が撮ってるあっちの方をね全部どこにスーパーチャージが出るか見てみたいと思います。さあどうなるかな。ああ見事なバラバラですね。1,2,3,4,5,6,6 になるもんね。じゃあここで攻撃って感じかな。はい、そんな感じの、バランス機ですね。はい、ということでした。またね、マックロクロスケでした。はい、来ましたね、一応機。何色、あれ何色かな、これグレー。おー、ここは使えるね。グレーですかね、時折白っぽく見えるっていうグレーでしょうね、きっとね。こんなやつ。はい、それじゃあですね、サイド開きさせます。私今ほらこのスタッフね、田型のスーパーチャージが並んでるスタッフ持ってるんですけどね、これね正直言って作ったと言えるレベルなんです。探し出したじゃなくてね作り出したという、それをね皆さんに お見せしようかなと思って準備してたんですけども、なんか知らないけども、ほらね第1波の2期目で来ましたね、来ちゃったんですよ。だから仕方なくねこれ収録始めたんですけども、はいはい、完全にサイド脇しました。第1波です。1回目も2回目も第1波で来ました。まあ見ることないですね、さっき見えてたからね。はい、同じですね。わあ、これはすごい、4100万だ。
値段見ようか。4100万だと思います。あ、3700万、そっか。はい、ここ使いますね。ここの星自体がね、あの色が、星っていうか、あの宇宙ステーション自体がね、なんか色がまともに出てないですね。撮って外で見てみますか。まあ、光の当たり具合によっちゃね、白く見えるってやつですよ。あのステーションの中暗くてね、色がねはっきり出てなかったからこんな感じです。はい、ということです。よろしかったらお使いください。またね。